今ゲートオープンしていく、いいスタートくるかな、ゼッケン150番深川拓実、深川拓実黄色いフェアのライダーが1番手で第1コーナーを綺麗なラインをトレンチとしながら後方のライダーを従えていく、それに突きついていくのは深尾司、深尾が日頃の練習をここで見事に発射しました。ステップアップで154番マスクラーダムに飛んできました。少し下地ながら頭を振りながらであれば綺麗に飛びましたよ。レースする飛んでるんだから大したものだっていうもんで、この